河合さん、水尾手代議士を倒すための1億5000万だ。汚い金だから買収などで使ってね。安倍首相、相当に汚い金ですね。汚いことは任せて、この汚い金をテーブルの上に白い封筒を置きますよ。汚い金だと知りながら、そっとそのままに、やばいので、収支報告書に記載しました。河合さん、水尾手代議士を倒すための1億5000万だ。汚い金だから買収などで使ってね。安倍首相、相当に汚い金ですね。汚いことは任せて、この汚い金をテーブルの上に白い封筒を置きますよ。汚い金だと知りながら、そっとそのままに、やばいので、収支報告書に記載しました。自民党伝統。自民党の伝統は維新が受け継いでます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 。